次に市村光一郎君。委員長。市村君。はい。日本維新の会市村でございます。30分いただきまして、質疑をさせていただきたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。まず冒頭でありますけれども、今日ですね、大臣の方からこの委員会の冒頭に建設工事費調査等における調査票配布の遅れについてのですね、お話があり、先ほどこの場でですね、ご担当ということで、責任があるということでお詫びをされたわけでありますけれども、この話についてですね、私も思うにですね、この、前のそのいわゆる受注動態統計のこともありますけれども、なんか現場といいますか、その、担当部署の方がもう業務過多になって、落ち着いてないんじゃないかと、この背景、ここまでこうなってくるというのはですね、だからこの問題については、そのものについては、いろんなところで議論がされると思いますが、やはりこのそもそもこの統計を集める、分析して公表する仕組み自体が、これがうまくいってないんじゃないかなという思いがあるところでありまして、やはりその、政府統計を司っている部署ですね、がですね、これはもう国交省関係の統計だけではなくて、政府全体の統計のあり方について、今一度しっかりと見直していく必要があるんじゃないかというふうに思っております。また、最近は DX、デジタル化ということで、議論がされているわけでありますから、しっかりとその、仕組みを作ってですね、それをデジタル的な仕組みにしていくということが必要だとちょっと考えますが、ちょっと今日は質問通告してませんけれども、大臣のご所見をいただければと思います。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、まず国土交通省の対応といたしましては、受注動態統計調査の不適切な処理に関わりまして、第三者委員会が問題点を把握していただき、発表していただきました。その中に、非常に、組織体制として、仕事の量に対して、仕事量が多くて非常に多忙な状況、また勤務体制のことについてもご指摘がありましたので、今タスクフォースで、しっかり、その点を踏まえて検討し、抜本的な強化をしていきたいと思っております。政府全体におきましては、統計委員会、総務省の統計委員会の方で同じ問題意識で今検討がされているところでございます。統計はまさに、これから政策を立案していくベースになるものですので、最も本当に大切だと思っておりまして、その体制強化に向けてしっかり対応していきたいと思います。委員長。市村光一郎君。ありがとうございます。それでは本日の本題の方に入りたいと思います。まずですね、今日は早速この所有者不明土地というんですけれども、この所有者不明の定義というのをですね、今一度教えていただけますでしょうか。石川大臣官房都市政策審議官。お答えいたします。所有者不明土地の定義はさまざまではございますけれども、広い意味では不動産登記では所有者の氏名や所在がわからない土地をいうものとされることが多いと考えております。こうした所有者不明土地の発生原因でございますけれども、令和2年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有権の登記名義人が死亡して相続が発生しているが、登記記録上は登記名義人がそのままになっている、いわゆる相続登記の未了が約 63%、全体の約3分の2となってございます。それから所有権の登記名義人の住所が変更されているが、登記記録には反映されていない、いわゆる住所変更の未登記が約 33% と、全体の約3分の1となっておりまして、この2つが主な原因となっております。そしてこうした所有者不明土地は人口減少、少子高齢化が進む中で、今後相続件数の増加、土地利用ニーズの低下、所有意識の希薄化が進行していることから、増加傾向にあるものと認識してございまして、その対策が
喫緊の課題となっているものと考えてございます。委員長、市村光一郎君。ということで、まあ、要するに、相続に関わるときの登記の段階で、まあ、それが、まあ、死亡届、死亡によっての、登記が、まあ、死亡後ですね、誰かが亡くなられた後、その、まあ、それを引き継いだ方がその登記変更していなかったとか、または住所変更で、まあ、いずれにしても、登記に関わる部分で不明であるというふうに認識をしてよろしいんでしょうか。不明というのは。よろしくお願いします。市川大臣官房土地政策審議官。お答えいたします。広い意味では不動産登記簿を見ただけではわからないということでよろしいかと思いますけれども、私どもの担当しておりますこの所有者不明土地法ではですね、その上で相当な努力が払われたと認められるものとして、認められた方法で探索をしてもですね、なおその所有者の全部または一部がわからない、その土地のことを所有者不明土地と法律上はそういうふうに定義しました。はい、委員長。市村光一郎君。まあ、なるほど。まあ、要するに、まあ、一応登記上の問題なんだけど、それでも、まあ、登記上の問題が発覚した場合にさらにそれを、例えば住所変更がされていない場合は住所変更してください、もしくは、相続人が登記を、していない場合は登記をしてくださいという努力はした結果でも、なお不明であるというものが不明であるというふうに考えてよろしいんでしょうか。ということなんですね。はい、今、はい、市川大臣官房土地政策審議官。お答えいたします。我々の所有者不明土地法、つまり所有者不明土地を公益的事業に使うという制度を活用したりですね、土地所有法の特例が適用される所有者不明土地、特定所有者不明土地と呼んでおりますが、これにつきましてはその一定の探索を探す努力をしてもなお分からない土地ということで、不動産登記簿を見てその後公的書類、戸籍謄本とかですね、住民票とか、それから連絡先なんかを調べてもなかなか届かないと。それは法令上ここまでやればというのが書いてあるんですけれども、それをやってもなお分からないものを所有者不明土地という法律上は定義しています。はい、市村光一郎君。はい、ありがとうございます。それで、では、まあ、今その法律、まあ、今の、所有者不明についての、まあ、定義というか、まあ、それを何をもってと所有者不明とするかについては今、まあ、お答えいただきました。ならば今度はですね、なぜ、この所有者不明土地がこんだけ生まれてしまったのか、この原因についてはどう分析をされておられますでしょうか。市川大臣官房土地政策審議官。お答えいたします。冒頭お答えしたものと繰り返しになってしまいますけれども、やはり相続が発生したときに相続登記がなされていない、でまた相続が繰り返されるとかですね、あとは住所が変わったときに登記がなされていない、といったことが主なその所有者が分かりづらい要因になっているということでございます。はい、委員長。市村光一郎君。ありがとうございます。まあ、なぜここまでいくかというと、結局、まあ、相続時の登記がやはり義務化されていなかったことがですね、やはり今日のこの所有者不明土地の、まあ、がここまで増大をしているということの大きな原因になっているということではないかという、まあ、思いからの、まあ、お話を、質問をさせていただいておったんですけれども、今日は法務省さんからいらっしゃっていますが、来ていただいていますけれども、ですね、この実はなぜ私がこの法律に関心を持ったかといいますと、まあ、私も昨年また10月31日にまた再選していただきまして、戻ってきたときに、先ほどですね、午前中に公明党のですね、小西先生質問の中にですね、要するに
地方議員の、もっとかつが方がもっとですね、このこのにかかってくれたらいいんじゃないかというご提案があったんですね。でちょうど本当にそのとそれと同じように、あの私の地元の、まあ、伊丹市議の方なんですけども、斉藤さんとおっしゃいますが、からですね、まあ、この方あの不動産会社も経営されていまして、今回のいわゆる相続登記の義務化を、するということになっているのであ あると。でこれはこれでとてもいい話だと思うんだけれども、今このまま相続登記の義務化をするとどうなるかというと、大変問題が起こってくると思うというふうに、また市村さん国会で、ね、これちょっと調べてみてほしいと、まあ、こういう話がちょうどあったんです。でそうあったときに、なんとあのですね、あの国交の方でこの所有者不明土地法が今回一部改正法案が審議されるという話になって、あの非常にあの、まあ、私としてもあのあならばこれ非常に関わりあるなという思いに立ちましてですね、それで、まあ、この所有者不明土地法について多少関心を持つということに、まあ、なっております。それでその時に、まあ、何が言ったかというと、その相続登記義務化をするのはいいんだけれども、したときに大変問題が起こると私もそう思っているんですね。と言いますのも、結局その、まあ、これは所有者不明土地というよりも、まあ、ちょっと後から地籍の話もさせていただきますが、結局その地籍が確定をしていないとかですね、いうところ の、まあ、あの相続に、をしようとするとですね、結局その、まあ、ある日突然自分が、まあ、あの相続人になったとした場合、あの確定していない土地をですね、こう相続をしなければならないと、まあ、こういう話になってきますと、まあ、結局その、まあ地籍が確定していない相手からか相手側からですね、あの非常に訴訟を起こされたりするリスクが高いということもあって、これやはりしっかりと、地籍を確定させるということが必要ではないかということが、まあ、提案があったわけです。でそこで一方で結局そのじゃあそういうことの積み重ねをしてきたがために所有者不明土地がこんなにですね増えてしまっていると、でさらにこれから先ほどから議論ありますようにこれからも増えていくだろうと、まあ、こういう、関係になっているんではないかと思います。でそこでですねやはりこの相続登記の義務化、まあ、令和6年4月1日からでありますけれども、この前にですねやはりきちっと、問題がある、問題が発生しそうな土地、まあ、所有者不明、土地だけじゃなくて、地籍もはっきりしていない土地についてですね、しっかりとその、登記を、明確にしておく、まあ、地図を明確にするといいますかね、地籍の、明確にし、かつそれを地図を明確にしておくということが必要ではないかなと。いうふうに思っていますが、今日は法務省さんからお越しですので、ちょっとその辺についてのご見解をお聞かせいただければと思っております。どうぞの大臣官房審議官。お答えいたします。ご指摘のとおり登記書備え地図を整備していくことは土地取引の円滑化や災害後の復興整備の迅速な実施等に資するものであり、政府が各種政策を基づいて政策に基づいて進めるまちづくりにも重要な役割を果たすものと認識をしております。法務省といたしましては、全国の都市部の地図混乱地域を対象に法務局が主体的に行う、登記書備え地図の作成作業を実施してきておりまして、平成27年度を初年度とする新たな10カ年、作業計画を策定し、これに基づいて全国の都市部の地図混乱地域を対象に実施する登記書備え地図作成作業、地図の整備が特に困難な大都市において実施する大都市型登記書備え地図作成作業、それから東日本大震災等の被災地において実施する震災復興型登記書備え地図作成作業の3つの類型を並行して計画的に作業を進めているところでございます。法務省としては今後とも法務局におけるよる登記書備え地図の作成作業を着実に進めていくとともに、地方自治体が実施する地籍調査事業にも適切に協力し、登記書備え地図の整備に推進してまいりたいと考えているところでございます。委員長、市村公一郎君。
まあ、法務省さんとしては、まあね、今お話があったような努力もされるということでありますから、後ほどですね、まあ、先ほども古川委員の方からもありますので、最後に申し上げるつもりだったんですが、結局ですね、こういうしたことを、時間はかかるものなのかもしれませんけれども、やはり何かその特定のところだけやる、特定の場合だけやるということでやっているよりも、私も先ほど古川さんがおっしゃったように、対抗検知じゃありませんけど、やはり令和の大検知みたいな形で、もう期間を5年なり5年、10年なり10年で、もうしっかりと決めて、そこにも人材なり資金をです、投入して、一気にですね、この日本の、土地の所有についてのですね、を明確化するような施策をもう一気にやった方がいいのではないかなと、このように考えておるんです。ですから、今こういう法律ができた、相続登記の義務化もやるとかいうことで、その法務省さんは法務省さんで、国交省は国交省で、赤省さんもやりながらとかいうことでやってるのかもしれませんが、ここはもう関係各省ですね、これは国交省や法務省、または内閣府、それからひょっとしたら先ほど、国境の離島の話もありました、防衛省とかですね、もう絡めてですね、一気に検知をして、そして所在を明確にしておくと、地籍を明確にしておくということが必要ではないかというふうに私は思っておりますが、ちょっと大臣にここでちょっとご所見をいただければと思います。委員長。斉藤国土交通大臣。志村委員ご指摘のように、地籍調査というのは、まちづくりや、それから災害、復興、そういう面におきましても、また、経済活動の活発化という面でも大変重要だと思っております。で、昭和26年の国土調査法制定以来、今日まで約70年にわたって鋭意調査が進められてきており、全国平均の進捗率は優先実施地域において約8割まで到達したところです。一方で残りの地域は土地が細分化されて権利関係が複雑な都市部をはじめ、調査に多くの労力を要する地域が多いことから、地域の状況に応じた工夫を施しながら調査を推進していくということが必要だと考えております。国土交通省においては、地籍調査の実施主体である市町村の取り組みを強力に後押しするべく、令和3年度補正予算、50億円、令和4年度当初予算 105.5 億円、など、過去最大規模の予算を確保するとともに、地籍調査の効果に関する優良事例の PR、地籍アドバイザーや国の職員の派遣によるサポートなどの支援に努めているところです。引き続き、地籍調査の計画的実施に必要な予算の確保に努めることはもちろん、国土交通省の職員が市町村に赴くなどして、現場のニーズに丁寧に汲み取ることが重要と考えており、来年度から新たにいわば自治体キャラバンといった取り組みも実施してまいります。こういう形で地籍調査をしっかり推し進めていきたいと思います。委員長、市村浩一郎君。大臣の方に私の思いを前取りみたいな形でお答えいただきまして感謝いたします。今からね、まちづくりのこととか少しちょっと議論させていただきたいと思っているんですが、先ほど、ちょっと本当は最後に申し上げたかったのが、その令和の大検知でありまして、だからそれは国交省としての今取り組み状況を今大臣はお話をされたということで、それはそれで今からちょっとね、大変重要なことですから議論したいと思います。ですが、やはりこれは先ほど申し上げましたように、国交省のみならずですね、法務省さん、そして内閣府さん、でまた防衛庁さんとかですね、もうあらゆる関係省庁が、もうこの令和の大検知という観点でですね、この、土地、の所有についてですね、明確化していく、地籍を明確化し、所有関係を明確化し、かつその地図をしっかりと作っていくというですね、ことを先ほどの統計はすべての国交省のみならず、統計をしっかりとシステム化していくと、政府全体にシステム化していくべき
ではないでしょうかという提案させていただいたのと同様な関係でですね、このいわゆる土地の、所有のあり方、土地の、所有についてですね、明確にしていくということが必要ないかという思いでありました。最後にまだ一言お聞かせいただきたいと思いますが、その前にですね、せっかくですので、やはり先ほど大臣がおっしゃっていただいたように、この土地の所有を明確化していく、地籍を明確化していくというこのことももちろん大切なんですが、何のために明確化するかというところが大切であって、そこにやはり町づくりという観点がですね、大変必要だろうというふうにこう思うわけであります。で町づくりをしようとすると、そこにですね、所有者不明土地もあって、それを明確化するがためにですね、それこそ先ほどから議論があるように、もう2年も3年も、たつと10年もかかってですね、それだけでものすごいの時間を費やしてしまうというのは大変残念な状況であると思います。ですから、国土交通省はまちづくりをですね、やはり担当されている、都市計画を担当されている、省庁であるということであればですね、それを迅速に、そのタイムリーにまちづくりの計画を実行していくためにも、地籍がですね、不明であるとか、所有者が不明であるというのは大変ネックじゃないかと思うんですね。きょうは都市局 の局長も来ていただいてますが、私は例えば都市局にはですね、今、立地適正化計画という、ね、事業もやっておられるということでありまして、こうしたときにです、ね、結局その、なんかやろうと、せっかくやろうとしたときに、土地が不明、土地所有者不明で、それを探索するがためにです、ね、何年もかけているようでは、残念な結果だとなると思いますが、ちょっと、ご見解をお聞かせていただければと思います。宇野都市局長。お答え申し上げます。立地適正化計画というお話が出ましたが、立地適正化計画は人々の居住や必要な都市機能を街中などのいくつかの拠点に誘導し、それぞれの拠点を公共交通ネットワークで結ぶコンパクトプラスネットワークの取り組みを推進するものです。こうした取り組みにより生活に必要なサービスの確保や地域活力の維持向上を図り、持続可能な街づくりを目指すものです。このコンパクトシティの取り組みを進めるにあたっては、議員ご指摘のとおり、所有者不明土地というのは非常に大きな課題になります。我々その立地適正化計画を推進する中でですね、低未用地に着目をいたしまして、これを活用していくということが、所有者不明土地の発生防止にも寄与するというふうに考えておりまして、それが街中の魅力の維持向上に進むものと考えております。実際に立地適正化計画を作成した自治体におきましても、その多くで、低未利用土地の活用の促進について記載をしており、都市のコンパクト化と合わせた取り組みが進められているところでございます。委員長、市村光一郎君。はい、ありがとうございます。でまたですね、今、例えば所有者不明土地の上には、土地だけじゃなくて、ひょっとしたら、上物があってですね、そこが、空き家になっている可能性が高いわけですね、所有者不明土地なわけですから。やはりその空き家というのもですね、大変これから大きな問題になってくるだろうと、2030年になると、なんか2000万件ぐらいですね、空き家がなるというような統計というか、そういう話も聞いたことがあります。ですので、この空き家対策ということも含めて、やっぱりこの所有者不明土地についてですね、なるべく、これをですね、所有者不明じゃない形に、まだもしくは所有者不明 であれば、その空き家をどう生かすかということもですね、やはりこれは、大変重要な視点ではないかなと思うんですが、今日は住宅局長さんもいらっしゃっていただいてますが、ちょっと今の空き家のですね、状況について少しお話しいただければ、またもしこのいわゆる所有者不明土地の上に建っている空き家というのがどれぐらいあるか、数をもし把握しておられたらお答えください。把握してなかったらいいです。はい。阿波野住宅局長。お答え申し上げます。ご指摘のとおり空き家の発生を抑制するとともに、空き家の適切な管理
貯却利活用を推進することは重要な政策課題であると認識してございます。で、空き家の現状のデータでございますけれども、全体として空き家の総数は平成30年の住宅土地統計調査によりますと849万戸、そのうち賃貸売却等の目的が明確でない空き家、いわゆるその他空き家、これが349万戸でございます。で、ご指摘 の、 所有者不明土地の上に建っている空き家の数という形での統計は取ってございませんので、今データは持ち合わせてございません。そしてこの空き家対策のうち、空き家の発生の抑制につきましては相続を契機として発生する空き家が多くございますので、税制上相続により生じた古い空き家につきまして耐震性を確保した上で譲渡した場合、または除却した上で譲渡した場合には譲渡所得から3000万円を特別控除する特例措置を講じ、空き家の除却流通を促しているところでございます。また市町村が空き家の適切な管理、除却、利活用を推進できるよう、空き家の除却や利活用等に対し市町村が行う支援に対する補助、NPO 等と連携した取り組みや既存住宅市場を活用した空き家対策などのモデル的な取り組みへの支援、さらには管理の適正化が求められる空き家等の所有者等への助言、指導、勧告、代執行等に係るガイドラインの策定などを国として行うとともに、不良な空き家の除却等を推進するため、空き家法に基づき勧告を受けた特定空き家等の敷地につきましては、固定資産税の住宅用地特例を適用しないことといたしてございます。今後とも公共団体や関係団体、事業者等と連携しつつ、既存住宅市場の活性化による空き家の利活用の促進を含め、空き家対策を総合的に推進してまいりたいと存じます。委員長、市村光一郎君。ありがとうございます。とにかくその、その所有者不明土地についてしっかり対応するのはもう当然なんですが、しかしその前提としては今お話しさせていただいたようなまちづくりの観点とかですね、あとやはり今他の問題になっているこの空き家問題に関してとかですね、そうしたことも総合的に絡めながらこれをやっていかなくちゃいけないという話だと思います。でその時に結局ですね、そうなってくるとやはりそのそもそものこの所有者不明土地があるということがですね、でしかもここまで増えてしまっているということに思いをいたしてですね、で今日その定義とかその原因を聞いてたわけでありますが、やはり多くはやはりその登記上のですね問題になっているということでありますので、その登記をこの義務化するということの流れはそれでいいんですけれども、しかしまだその先ほども申し上げましたが、登記を義務化すると大変このまさに地籍がこのような曖昧のまま、地図が曖昧のままでありますと大変大きな問題が発生してくる。それぞれの、その場その、相続のところでですね、非常に訴訟問題がこれから起きてきて、本当に普通に生活してきたらある時相続人になったがためにですね、大きなですね、いわゆる金銭面での、大変負担とかですね、精神面での負担とかが多分大きくなってくるでありましょうから、やはりそうなる前に、今日は市町村の役割の重要性がずっと言われておるんですけれども、やはり一番知っているのは市町村なんですね。で、あとは先ほどもご指摘あったような、私も指摘させていただいたような、いわゆる地方議員さんというのは、大変その辺の、あそこはどうも揉めてそうだとかですね、結構、情通の方がおられて、そういうところをですね、もう、その相続が発生して問題になってから、もう裁判沙汰になる前にですね、なる前に、もう国がもうこれは令和の大検知をするんだから、もうこの5年でもう明確にしなくちゃいけないんだという話で、国が、ですね、もう大号令をかけていただいて、市町村長のですね、取り組みを後押しをして、で、もう一気にですね、この地籍の確定、地図の確定ですね、をしていくと、そうすれば所有者不明土地というのは、だんだん減っていくわけであります。だから、そうしないと、先ほどからここでも議論あるように、結局、その、
その国土、調査法が、昭和26年ですね、できてから、まあ、令和2年までの間にですね、まだ、でもかかっても全体で 52% ですから 48%、 しかもその間におそらくそのまあ消費者不明土地が増えているという話ですから、やはりここは抜本的な改革をしなければならないと思いますが、最後に大臣のご所見を伺えればと存じます。斉藤国土交通大臣。はい、市村委員ご指摘のように、所有者不明土地対策、それから空き家対策、それから地籍整備など各種施策を進める上で、縦割りを廃し、まちづくり、あるいは地域づくりの大きな観点に立って、総合的、一体的な取り組みを進めることが極めて重要であると考えております。午前中、葛西委員からもご指摘がありました、市町村、そして市町村の議員の方々、地域のことをよく知っている方々の声も集めてですね、しっかりこれが総合的なまちづくり、地域づくりが進められるよう、まあ、今回の法改正を一つの契機として進められるよう頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。終わります。次に